日本全国の皆さん、今日も映えるスイーツ食べてますか？いよいよ3月15日に公開を迎える映画のおそ松さんを分かりやすくご紹介。二十歳を過ぎてもクズでニート、おまけに全員彼女なしで童貞、どうしようもない大人に成長した六つ子のギャグコメディをおそ松さんがまさかの映画化、しかも完全新作。これ一体どういうつもりでしょうか？劇場版で描かれるのはおそ松くんとおそ松さんをつなぐストーリー。迷い込んだ不思議な世界でニートの六つ子たちは18歳の自分たちに出会います。中には現在と随分様子が違うメンバーもいるみたいですが、注目したいところです。もちろんおなじみのメンバーも登場。テレビアニメを見てない？コメディには興味ない？これ全く問題ありません。笑いはもちろん、まさかの青春や感動も全部詰め込んで送るおそ松さんの新境地。映画のおそ松さんにぜひご期待ください。